野島 T リーグ3年目ラブオール丹羽がこれ勝って当たり前プレッシャーがある。そうですね、はい、まあ、丹羽は冷静ですから、まあ、自分の組み立て通り、はい、行けば勝てるんだという気持ちでいると思いますので、はい、あの松山がやっぱり勝ちを急いでですね、はい、ポイントを急いで我慢しないで力任せに打つというそういうところが見られるとちょっと苦しくなりますね。6ホールでスタートします。最終ゲームアウト。これはもう圧倒的に先手有利。松山ワンポイントリード。2ポイントリード。この2本大きいですね。サーブと、ね、積極的に、はい、まあ、あの最後の4ゲームのゲームを取った時もバックハンドでしたよね、はいはい、でその好調がこの出足に出ましたのでバックハンドが非常にバックハンドが何本も入りましたのでね、はい、特にバックハンドはテンポ早いですよ ね、 早いですね。後ろからのドライブじゃなくて、はい、やっぱりこう前陣でバックハンドしっかり振ってますからね、はい、庭もその球をもう簡単にカウンターはなかなかできないですよね、はい、いつも庭がやってることを松山がバックでやってるんです ね、 そうですね、はい、締め締めという感じでしょうか。そうですね、で、まあ、卓球の場合はサーブレシーブ2本ずつなんですけれど、はい、サーブから今度レシーブに変わった第1球目っていうのがポイントになりますので、はい、この庭のサーブの時の第1球目でレシーブでポイントでもすればですね、はい、かなり有利になると思いますよね。なるほど、はい、現状はこれやっぱりなかなかこれ取らさないと思うんですけれども ね、 なるほどね、庭はねやっぱり高めなサーブ出してくると思います、はい、この1本は庭にとって非常に重要。これで高島さんがおっしゃる、ね、かなり有利、かなり有利ですね。アウトになりました。なかなかそら簡単には死にませんよね。そうですね、今のボールでもねやっぱりこう攻めてるんですけどもう決めてやろうという気持ちが強いんですよね、はい、コースロケーション、あの流し方さらっと。そうですね、まあ、レシーブエースですからね、はい、今のポイント大きいですね。体の向きはなんか違う方向に来ましたね、はい、ラリー戦丹羽が取りました。長いラリー戦を丹羽が取り返しました。いやー面白いですね。もう本当にああいう展開に持っていくっていうのがやっぱりこう丹羽はもうただものではないですよね。3ポイント練習したのに3ポイント取り返しましたよね、はい、丹羽のサーブ取りました松山。この最終ゲームは丹羽追いつけばジュースはあります。瀬戸際丹羽取りました。攻めたいが結果的には焦りに見える。10対10。手に汗握りますね。そうですね、もうサーブ力ですね、はい、アウト。丹羽マッチポイントです。食い下がっている松山を、やっぱり勝負強いですね。突き放しました。さあ仕上げにかかる。
が変わってきています。最後にあのバックへのサーブを送り出して試合を締めくくりました。接戦を三輪が取りました。松山の挑戦を跳ねのけました。最後の最後はあのサーブでしたね。そうですね、終始一貫してあのサーブは効いてましたもん ね。 そうですね、やっぱりそこを必ず最後はそういうポイントで取るんだというそういう気持ちがはっきり出てますよね。今ようやくポーカーフェースからにんまりしましたね、はいはい。